皆さん、こんにちは。今日は2022年6月9日木曜日です。今日のテーマ、上海はまだ閉鎖となりそうです。しかし、例えば投資家、ウォル街の一部の方は、中国の上海は生産再開できましたよ。もう大丈夫ですよと言います。それは嘘なんですよ。よく宣伝して、投資家にとってはいい情報です。でも、 これは嘘なんです。そして、このミニの動画ですが、まあ、上海では一部だと言いますが、実は、おこの団地はですね、まだ壁とか、このような柵ですね、作られていました。えー、先週ですが、撤収されました。まだ建てられてしまいました。そして、以前よりは高いんですよ。高さですね。以前でしたら、ここまででした。今回は、さらに、 高くなったんです。そして、この動画ですね、宅配の方ですが、団地の住民の荷物をですね、渡そうとしますので、前回は、目止めあってですね、渡すことができました。今回は、もう全くできないんですよ。もうそうすると、電話でやりとりしてですね、例えば、左から3番目ですね、左から1メーター、そこに投げますよと言います。 中の住民も泣けてくださいと言います。やはり荷物が欲しいです。まあ、そうするとですね、電話では左の3番目の1、2、3ですね、ここから投げますよと言います。実はですね、バチャンと地面に落としたんですよ。なぜなら自分から左です。でも、お客さんから見たら右なんですよ。なので、こういうミスが起きています。もうあの、中国はですね、むちゃくちゃなんですよ、現在は。まずニュースです。 一つ、中国では大学の受験の方は1,190万人が受験されます。みんな大学に行きたいですとなります。なぜなら行かないと仕事はないんですよ。受験を受ける学生たちはホテルあるいは特別施設に入れられますので、まあ、そこで住み込みで受験を受けることです。 受験する場所ですが、政府が決めますので、まあ、学校から机とか黒板とか調達して、まあ、学校のまあ会場、あるいはホテルなどの会場で受験をですね、まあ、試験を受けてもらいますが。2、NATO という組織はバルト海で軍事訓練を行います。毎年行われる訓練ではありますが、今回は16カ国が参加されます。 フィンランドとスウィーデンは参加されます。これは非常に大事です。ロシア侵攻で NATO という組織はとても大事ですよねとみんな認識してきました。フィンランドとスウィーデンが参加されますとバルト海は NATO に包囲される状態になります。3. バイデン大統領は大統領命令を出しました。カンボジア、ベトナム、タイ、 マレーシアからの太陽光発電の製品に対して完成をなくしますというふうに宣言しました。時間は2年間だけですが。この情報を受けて、米国の企業は不満です。でも中国の企業は大変嬉しいですね。なぜなら、米国の商務部の調査ですね。中国の企業は東南アジアで生産して、米国に輸出しているからです。つまり、 逃げ道、裏道を救っているんですよ。中国の太陽光発電の製品は直接アメリカに行くとですね、関税高いんですよ。なので、第三カ国経由して送ろうとしますので、まあ、送っていますが。まあ、そして、中国の製品は米国に出資して免税ですと、米国の商品、企業の商品は売れなくなってしまうんですよ。まあ、これはバ合での考え方なんですね。 4. カナダの調査ですが、約4000世帯を調査しました。カナダの国民は物価の上昇で食卓、食事を節約するようになってきました。量を減らしました。減量です。25%の世帯は食事代はやはり高いですので、節約するより食事を食べない回数は増えましたと。そしてカナダの政府の統計では、 国民は食料品に使用するお金は約10%増えましたと。例えば、パスタの麺の値段は20%上昇しました。パンの値段は12%上昇しました。果物は10%上昇しました。今日のテーマですが、上海は生産再開となったと発表されて、中国のみんなは喜んでいました。 上海市の政府は5月末、言いました。6月1日をもってオープンすると宣言しました。団地の管理会社、区の政府は住民の行動を制限してはいけませんよと言いました。すべての人は自由に行動はできます。みんな生産再開して景気をですね、よくしようと、経済よくしようと宣言しました。 すべての交通機関は再開。マイカーも自由に。タクシーも当然運営できますよと言いました。この発言を受けて、上海の市民は喜んでいました。一部の方は外に出て花火をですね、あの、小さい花火ですが、つけて喜んでいました。やはりお祝いとか、というイメージなんです。そして、街の売店、スーパーは再開の準備をしました。 6月1日、上海は成長のようになりました。しかし、その時ですね、動画でも話をしましたが、約40万人、上海の市民はまだ外出できませんでした。でも、周り喜ぶの声が大きいですので、この40万人の悲鳴は誰も聞こえなかったんです。しかし、現実はやはり違います。習近平の ゼロ感染者の政策は継続的に実行されています。北京も、深圳も、他の都市も同じなんです。団地から出入りするときに、健康バーコードの管理、体温の測定はやっています。まだ、一番大事なのは、上海では、すべての市民は72時間ごとに PCR 検査を受けないといけません。 陰性の証明書が必要です。つまり、先月までは外出禁止でした。6月からは外出ることはできます。でも自由ではないんです。経済のため、生産のため、労働力が必要なんですよ。これで上海の政府は市民に外出してもいいよと言いました。簡単に言えば、中国政府は自分の経済を 自分の財布ですね。守るためです。経済活動に参加してもらわないと、経済が崩壊してしまうんですよ。つまり、国民、あるいは上海市の市民っていうのは、道具なんですよ。生産、再開の道具なんです。そうすると、ゼロ感染者の政策は、PCR 検査になります。そして、永遠に受けないといけません。 でも、ここで問題は出てきます。もし感染者、あるいは陽性の方は出ましたら、この団地は閉鎖となりますので。中国政府はいろんな数字を出しました。世界に見せています。我々、生産再開できて、生産率は何だと宣伝します。それは嘘なんですよ。土地を、 ロックダウンにするのは簡単なんです。中国政府はいつも急にですね、今日8時から閉鎖しますと宣言しますので、原因としては買い物の買い占めを防止するためなんですよ。しかし、現実としてはですね、事前の準備がないから市民は急に外出できなくなってしまって食べ物がなくなったんですね。困ります。 でも、都市をオープンしました。再開しました。だと宣言すると、とても難しいんですよ。経済活動の再開するには、三つの要素が大事です。人、人間です。お金、資金です。商品、物、荷物。この三点が動くことによって、経済の活動ができるんです。経済活動とは、 動くことが大事なんです。動かないと経済活動はできません。そして動く速度が速いと経済が活発になります。動く速度が遅いと経済が活発ではなくなるんです。三つの要素とはもう一回言いますが人間、資金と商品です。しかし矛盾しているのは 中国の今のゼロ感染者っていう政策なんです。習近平の政策の中心っていうのは閉鎖なんですね。感染者はですね、ゼロですよとなって宣言して、我々は勝利しましたと何回も何回も宣言しました。しかし、今回はまだ勝利を宣言したいと思いますが、無理ですね。 感染者をゼロにすると、人の移動をできないようにするんですよ。そうすると、感染者は減りますので、勝利だと宣言はできます。でも、つまり、精査の再開と感染者の政策は矛盾しています。対立の関係なんです。両方やっていく、同時にやっていく、両立はできないんですね。つまり、 ゼロ感染者の政策を捨てない限り生産の再開はできないんです。あるいはある程度生産の再開はできても全体的に経済の復興、生産の再開はありえないんですね。例えば上海の政府は三0社を限定にして生産再開しました。しかしこの三0社はですね、一瞬で 生産できなくなってしまったんです。原因としては、原材料がないんですよ。ないからです。その後、666社に対して、この企業というのは、主に自動車関連する企業だけなんですが、生産再開してもらいました。でも、2週間も経たなかったんです。まだ生産はできなくなってしまったんです。原因としては、上流企業、下流企業は、 生産はできないからです。例えば、ディーラーは生産できないからです。誰も車を見に来ませんので。習近平のこのゼロ感染者の政策の中心っていうのは、市民を家に閉じ込むことではないんですよ。官僚に対して責任の追求の体制なんです。例えば、この地域、感染者が増えました。 官僚ですね。首なんです。そうすると、中国の官僚はみんな最高に厳しい方法で対応しようとします。その方法とは外出禁止です。これが一番楽なんですよ。能力ないからです。つまり、生産再開はできなくなってしまうんです。つまりですね、李総理は生産再開しようとします。でも、習近平総書記側は ゼロ感染者の施策を実行しないといけません。そうしないと自分が首になってしまうんですよ。上海市の政府は生産再開する企業に対して保証書をですね、書いてもらうことをやっています。対策方法を書かれてありますので、例えば従業員は会社に住み込みですよと、1日に1回の PCR 検査を受けることですよと、 そして、一日三回、所得しますよね、と、必要ですよ、と。これは、所得するというのは自分で所得できませんので、政府の業者さんが行きますので、お金はかかります。いろんな方法とは、まあ、条件なんですよね。これらの条件を飲んでくれて、生産再開はできます。政府は、言うことを言いました。条件を出しました。 もし感染者が出ると政府とは関係ありません。会社の経営者の責任です。もしくは経営者、もしくは責任者の責任です。そうすると刑事的な責任を取ることです。つまり逮捕になってしまうんですよ。中国政府はずるいんですよ。厳しい条件をですね、いっぱい出しますので、絶対にできないのは分かってるんですよ。でも、 生産再開した企業はやはりサインしますので感染者が出ると官僚とは関係ありません責任は経営者にありますよとしかし現実では多くの経営者は生産再開を拒否しました怖いんです先週の動画で話をしましたが自動車産業の生産再開 あるいは回復にはですね、少なくても3ヶ月はかかります。自動車の産業のサプライチェーンが長いからです。なぜなら自動車にはたくさんの部品は使用されています。一つの部品は一つの企業ではないんです。その企業の下請けの企業、現在の企業はいっぱいなんです。みんな回復するには 時間がかかります。なぜなら、今でも具体的な統計がないほどですね、自動車の産業はとても複雑なんですよ。しかし、この回復をしていく間ですね、約3ヶ月間ですが、企業にとってリスクですね、最も高い時期なんですよ。私の経験上ですが、2020年の春でしたが、多くの企業は 生産再開されて2ヶ月ぐらいで潰れました。特にサービス企業です。原因としては上海は閉鎖となって2ヶ月でした。一部の地域は2ヶ月半とか3ヶ月の地域もありますが、上海市の企業はこの2ヶ月休みなんですよ。この2ヶ月間、従業員の基本給は支給しないといけませんので、 そして、家賃、管理費、投資のお金の利息などは無料ではないんですね。この間、中小企業の資金は減っていくんですよ。しかし、生産再開されました。企業はこれからさらに2ヶ月、3ヶ月が必要なんです。すぐにフル稼働はできないんです。この間、生産、企業で,ですね、注文が入ってこないんですよ。 あるいはあっても少ないんです。多くの企業は注文はないんですね。でも生産再開しました。コストがですね、一気に上がりますので、従業員は全員出ますので。まだ大事なのは、従業員はですね、急に外出禁止される可能性はあるんですよ。家から出れなくなってしまう可能性はあります。現在、多くの団地はですね、まだ 閉鎖となったんです。さっきの動画でわかりますが。やはり注文した荷物、あるいは食べ物ですが、もう外から中に投げるんですよ。もうできないですね。外出禁止ですから。外の空気とは中に入ることもできませんので。まあ、そうすると、生産再開しました。もし従業員は2日後、3日後、あるいは来週、 外出禁止となってくるとですね、企業は大変ですね。まだ、企業には他の問題があります。他の問題とは、原材料が高騰、運送の料金が高騰、送料ですね、運賃、従業員の昼ご飯、え隔離などの費用も企業が負担するんですよ。つまり、運営のコストが高騰です。大手企業はいいでしょう。 中小企業にとっては大変です。現在の問題、私の友達の話ですが、一つ、従業員は工場の敷地内にいることです。外出禁止なんです。そうすると、工場の近くに量を借りますので、でも食料品はかなり今は高騰していますので、そして企業としては買おうとしても量がないんですね。これが難しいんですよ。二、 寮の家賃。今までは寮はなかったので、これから寮の家賃は発生します。それから、水道、ガス、電気代、消毒代、PCR、検査代、などなど、すべてが企業が負担しますので。ちなみに、従業員の寮の所得も政府がやりますので、お金はかかります。3. 原材料が高騰です。物流はまだ完全に 回復していませんので、例えば、上海から石膏車の高速道路は現在厳しく検査されていますので、人脈を使っていますが、お金はかかります。そして、大事なのは、万が一、従業員はですね、熱が出ると大変なんですよ。これも会社の責任なんです。病院にも行けませんので、受け入れてくれませんので、 そうすると何かがあると大変ですよね。まだ PCR 検査で陽性の方が出ましたと。この会社はまだ閉鎖となってしまうんですよ。そうすると潰れますね。現在、上海の超高、高新技術産業開発区っていう工業の地域ですが、ここには多くの外国の企業が集まっていますので、 70%の企業は生産再開を拒否しました。なぜならリスクが大きすぎるんです。でも一部の企業はリスクがあっても生産再開しました。原因としては急にロックダウンになってしまって先月、先々月注文してくれた商品ですね。まだ生産できていないんですよ。急いで生産しようとします。 あるいは、本の一部の企業ですが、注文を受けました。まあ、これでお客さんに感謝しながら急いで生産を再開しました。これもあります。でも本当に一部だけなんですよ。この状態は長くは続かないと思います。そして、このようにですね、あの、PCR 検査のブーツですね、たくさんあります。街中には。これが、ハイアールのものなんですよ。 ハイアールというのは、あの、ま、日本の方もご存知ですが、白物家電の電化製品のメーカーですが、でも国営企業ですので、まあ、儲かるものですね、不動産も経営しますし、今はこのブーツですね、やはり儲かりますので、このブーツを生産してあります。ま、あちこちにありますけれども、このブーツを見て非常に素晴らしいと思うでしょうかでもですね、実は、あの、無茶苦茶ですよ。 これを見てくださいね。あの、これは中に座る人はいいんですが、外にですね、この検査を受ける方にとっては、この高さですね、やはりきちんと考えて設計していないというふうに思います。なので、このように姿勢ですね、まあ、口を開けて、あのね、やってもらうんですけれども、やってるんですよ。 これが、まあ、この設計自体がおかしいのではないかというふうに思いますが、でも私がこれをですね、聞いた話なんですが、これをわざとこういうふうに設計しました。なぜなら、やはり姿勢をですね、低く低くしてもらうんですよ。姿勢を低くしてもらって、あの、政府の言うことを聞くっていうことです。やはりこういう無意識、無意識的にそういうものを まあ、頭に叩き込むと。そういう無意識,無意識的に、やはりこういう姿勢で、まあ、受けると。受けないといけません。なので、まあ、こういう低い姿勢で受けると。なので、反抗とか不満とかはないようにしてるんですよ。そういうふうに聞いております。まあ、これもですね、まあ、中国政府の技と言いますが、いろんな方法で国民をですね、管理しようとしています。そして、できるだけそのプライドをですね、なくしてもらうんですよね。 プライドはやはりあってはいけないと中国政府は考えていますので国民のプライドですよ。国民にプライドがあるとですね、都合が良くないんですよ。やはり国民にはプライドを持ってほしくないんです。それが中国政府の気持ちなんです。この状態はかなり続くと思うんですよ。私は去年から言っていましたが、あの、来年も期待できませんと言いましたけれども、まあ、つまり今年は期待できないです。来年もわかりません。 そういうふうに言ってありますので。まあ、しかし、中国は上海ですね。良くなりますよというふうに宣伝するところはどうかなというふうに思います。まあ、投資家に対しては、やはり良い,い情報を発信したいという気持ちはあるでしょうか。でも、現実とはやはり違いますよと、私はそれを言いたいというふうに思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。 ありがとうございました。